カゲロウガチャ始まる。サナエさんの覚醒用に割り符を貯める必要もあるので、少しだけガチャを引きます。いつも通り10連目は F だのみ。お、血の絆があるじゃん。また F だのみだよ。キャラが全然出ないんだが。あかん、これは爆死の気配がするぞ。60連してキャラが一体も出ない。うん、ダメだ。完全に爆死コースです。深追いは禁物。一旦ここでやめておこう。ところで、最近フェスゲンは新キャラではなく復刻が続いていますよね。もしかすると6月末の後でのメインストーリー更新に合わせて、そこで新たなフェスゲンキャラが実装される可能性はないかな。そろそろメインストーリーにも青霊夢が登場すると思うんだけど、皆さんはどう思いますか？とりあえず私は次のガチャ情報が来るまで天井分の石は確保しつつ、デイリー分でカゲロウガチャを引いていくと思います。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。